ちょっといいですか? なんですか? 今ちょっと大事な… 前原君にお客さんがいらしてますよ お客さん? 俺、別にお店なんか開いてないし待たせていますよ 早く行ってきなさい前原さんですか? 前原圭一さん そうですよ どちら様ですか? ここ暑くありません? 私の車はエアコンが効いてますから、そっちでお話しましょう。ほっとくやしません。どうぞどうぞ。 冷えすぎだったら言ってくださいよ。私ガンガンに冷やしちゃうたちですから。で、俺に何の用ですか? この男性のことでご存知のことがあったら教えてください。シャツにマジックで落書きがありましてね。前原さんをはじめクラスメート何人かの署名入りでした。え? これ… では、こちらの女性はわかります。 名前は知りませんけど。 ゆうべ、富武さんと一緒にいた女の人です。 この二人に最後に会ったのはいつですか? 渡流しのお祭りの晩、一緒に話をしました。 二人とも仲良さそうでしたよ。 何か気になったこととかありませんか? 何でも結構だし、話してください。富武さんたちに何かあったんですか?
まだこちらに越されてきたばかりですよね。ご存知ですかね。例のお社様の。全く知らない、ね、知らないなら結構なんですよね。まあ聞いたことくらいは。富武さんに教えてもらったんですけど。どの辺までご存知ですか。率直なところで結構です。信じてません。本当に？ならよかったんですよ。やっぱり前原さんは都会育ちですね。信じてなかったら何なんですか。俺仲間を待たせてるんであまり時間取れないですけど。その写真の男性は昨晩お亡くなり。なられたのが昨日なんですよ。つまり綿流しの当日。前原さんにはどういう意味があるのか分かりますよね。意味って意味なんか。Tomitake二郎さんがお亡くなりになられたことはまだ内緒です。どうしてかはなんとなくお分かりになりますよね。教えてください。一体何があったんですか。得意なんです。第一発見は祭りの警備を終えて期間中のうちのワゴンでした。時刻は24時5分前。場所は町へ出る道路がちょうど舗装道路に変わるところありますよね。坂を下り切ったあたりのあそこの路肩でした。
みんな初めはひき逃げされたものだと思っていました。ですが、意識を確かめるために近づいた警官はすぐに異常に気づきました。引き裂かれていたんですよ。ナイフとか？いいえ、爪でした。検視の結果、それも自分の爪で来ました。それってどういうことですか？脱毛灯から富武さんはお亡くなりになる直前、極度の興奮状態だったようです。手の傷と付近に落ちていた角材が一致しました。周囲の木やガードレールを叩いて散乱する富武さんの血痕、つまりですね、体からは本人によらない外傷がいくつか発見され、富武さんは何者かに暴行を受けた可能性があるという。死亡推定時刻は21時から23時頃のようですね。つまりお祭りで前原さんが富武さんとお話しして別れてからすぐの出来事なんですよ。
行方不明です。出勤もしていませんし、昨夜は自宅にも帰っていません。事件に巻き込まれた可能性が極めて高いようです。村人たちはお社様のたたりの話になると、とにかく口が悪い。だから、俺なんですか？俺が雛見沢の人間じゃないから。では富竹二郎さんはお社様のたたりで死んだことになってしまいます。綿流しの晩、神聖な儀式の時、無神経にカメラをバシャバシャやってたものだから、お社様の怒りに富竹さんにお社様の罰が当たるわけがない。私もそう思います。罰もたたりもあるわけがない。つまりそういうことですよ、前原さん。たたりを信じていない雛見沢の方の協力が不可欠なのです。わかりますね？聞いたりしたら教えてくださればいいです。物でも人でも噂でも何でも結構です。不確かなもので構いませんから。これ私の電話番号です。不在でしたら出たものに電話してくださればTomitakeさんの無念を晴らすためにどうかご協力をお願いしたいのです。今日ここでした話は全て内緒です。絶対に他言無用でお願いします。わかりました。お友達にも内緒です。特に園崎さんが古ですから絶対に知らないようにしてください。園崎って
ミオンのことか。なんでだよ。事件に関係あるっていうのかよ。はじめはダム工事の監督、そして次にダムを誘致した村人、村の旧敵は次々に開始しました。過程はともかく結果はそうなんです。死んだ神主や、その次に死んだ主婦はどうです。別に村の敵だったわけじゃない。神主はダム騒動当時リーダーシップを期待されながら積極的な働きがなかったため、一部の村人から失望、反感を受けました。反感があったにしたって別に村に害を与えたわけじゃないだろう。その次の主婦なんかどうだよ。誘致した男が OTAKUS夫婦だったってだけの理由だろう。もっと殺される理由が薄いじゃないか。そして Tomitake さんに至ってはどうだよ。ダム工事とは関係すらないじゃないか。ただよそ者だってだけの理由だぞ。村のよそ者から選ばれるっていうのか。あるいは引っ越してきたばかりの人かもしれません。それってどういう。でも、それとミオとどう関係があるんだよ。詳しくは申し上げられませんが、園崎さん一家はダム騒動時の抵抗運動の旗頭だったんです。それ
行運動時、いくつかの軽犯罪と公務執行妨害で補導歴があります。ミオンの一家が一連の事件に関係しているとでも言うのかよ。そうまではありません。もしもそうだったら一番確率が高い、それだけのことなんです。誰が一体どれだけ関わっているのか全く分かりません。だからこそ村人に口外してほしくないのです。心配させたくないから内緒。そういうことでどうです？いますよね。もう戻った方がいいでしょう。誤解しないでくださいね。お友達を疑えと言ったわけではありませんからね。前原さんが何も見つけず聞きもしなかったとしてもそれで十分なんです。それは村が関わっていないという証拠になるんですから。見たり聞いたりしたら連絡しますけど、俺は探偵じゃないですからね。変な期待しないでくださいよ。しませんしません。探偵になんかならなくていいですよ。今までのように自然に生活してください。その中で見聞きしたことを教えてくだされば結構なんです。
またお会いしましょう。さようなら、前原君。凶器はロープで、犯行現場はラウンジ。ラハハハ、発令。いやどうかな？
薬局は禁じ手にしような。図星だろ。あ、薬屋なんかより用もないよ。おじさんが取ってほしいものね、このメモに書いてあるから。今日のミール